まずね、学校行きました、学校卒業して仕事始めました、じゃあ仕事始めました、じゃあ次は何でするんですかっていう段階で自動車の免許も取りましたんでね。でまあ自分の力でね、最後は自分の力で生きていくやろうけども、その生きていくまでの行けるような段階を親が作っていってやらなあかんかなというのもありますのでね。免許っていう資格が取れたことはやっぱり大きいことですねと。もしかして努力したら他のことできるのではないかみたいな。